荒川は、栃木県北東部を流れる中川水系の一級河川である。上流部は、日光国立公園、中川合流部は、中川県立自然公園の指定地域内にあり、流域には、豊かな自然が残されている。名水百選、小比都市沢遊水荒川は、栃木県塩谷郡塩谷町をあざ寺島の、高原山系釈迦ヶ岳に源を発し南東へ、流れる。 八重田市の南端を東に流れ、桜市、木連川及び、桂木野の境界部で八方が原に源を発する、内川を合わせ、那須から須山市では大きく左右に蛇行しながら、南東に流れ、羽賀郡市海町の北東辺を、げめて、那須から須山市向田にて江川を合わせると、ついで同所及び、下境の境界部にて中川に合流する。木連川の名は、 荒川を指しているという説がある。高原山社迦が、学南独の八い市と塩屋郡塩屋町の境界には、荒川の一支流である、費都市沢があり、全国名水百選に選ばれた、費都市沢湯水がある。費都市沢は、費都市沢自然環境保全地域に指定され、ブナや、水ならの天然林が保全されており、カモシカやオコジョ、箱根山小魚や。 モリアオガエルなどの貴重な生物が生息している。また、源流の一つである東荒川流域の標高600の1795メートルの492ヘクタールは昭和27年に水源関与保安林、また平成4年に自然環境保全地域に指定され、平成7年7月には高原山水源の森として林野町の 水源の森百選に選定されている。その他にも昭和61年には源流部に位置する栃木県民の森が森林浴の森百選に選定され、キャンプ場、展示館、少年自然の家、ハイキングコースなどの関連施設が整備されている。同地域の標高線から1200メートル付近は林野町の八方山自然休養林にも指定されており、荒川上流域は 自然の宝庫である。東荒川ダム、荒川流域は、1938年9月の台風、1947年9月のガスリーン、台風、1948年9月のアイオン、台風、1949年9月の危機台風、などにより、水害が生じている。近年では、1986年8月の台風10号による、 大雨において、荒川橋観測所、連城橋観測所、落合橋観測所の3観測所で、警戒水位を超え、荒川支流江川では、洪水となり桜市の農地など、約830ヘクタールが水に浸かった。また、平成10年8月の集中豪雨では、荒川橋観測所、連城橋観測所、落合橋観測所の3観測所で、警戒水位を超え、 ひつ川町の2.6ヘクタールが冠水した。さらに、平成14年7月の台風6号においても、荒川橋観測所、連城橋観測所、落合橋観測所の3観測所で、警戒水位を超えている。さらに、令和元年10月の台風19号による、大雨で氾濫した。国の中川工事実施基本計画では、荒川の計画降水流量は、 毎秒1500立方メートルで設計されており、これを上回る水量への対策として、荒川上流には昭和43年度に西荒川ダム、平成2年度に東荒川ダムを建設している。荒川川床の整備工事としては、昭和47年度の工事着手以降、新荒川橋より上流部の谷川合流部までの区間の河川改修工事がほぼ完了。 また中華流部の改修工事は昭和63年度以降着手されている。高原山西南独周辺に広がる森林で高原山水源の森として水源の森100選に指定されている。消費都市沢湧水の水源林でもあり、計画的な森林管理を行い、自然豊かな森となっていて、周辺のキャンプ場や県民の森での野外活動や森林浴で賑わっている。 ありがとうございます。